振ろうと思ってくれてる人がいたら振ってください。ピンクにします。いつもはサムネイル公演だと黄色とピンクなんですけど、まあ、センター祭は一色の方が統一感があっていいのかなと思うので、ピンク一色にしたいと思います。皆さんファンの人に広めといてください、これ。 これファンの人に言っといてください。「ゆなちゃんの生誕祭はピンクって言ってたよ」って言っといて、ファンの人に。この見てない人がいると思うから、そのファンの人に「ピンクって言ってたよ」って、振るんだったらピンク振ってあげてねって言っといて。よろしくお願いします。ああ、今日の公演で初めて見て可愛くてびっくりしたよ、だって。嬉しい、初見さん。わあ、本当に？ごめんね、今なんか全然 今全然劇場と違うけど、見た目。嬉しい、そう言ってもらえて。ありがとうございます そう、今日ね、そう見に来てたよ、ゆうかちゃん。見に来てた。そう、30日が劇場デビューらしいから、なんかね、まあでも多分きっとさ、ゆうかちゃんのファンはちょっと複雑だろうね。生誕だとさ、基本生誕の人優先にしてあげたいなって思うじゃん、ファンの心理からするとね。なんかさ、わあ見に行きたいんだけど生誕かぶってんのかってなるし、でも逆に、なんだろうな、逆にね、普通の、なんて言うんだろう、公演より生誕が初の方がいい気がする。なんでかって言ったら、生誕祭って基本的に生誕祭やる子がメインじゃないですか。映るのも生誕祭の子が一番映るし、ファンの人もその生誕祭のメンバーが一番ファンの人が結構来てくれるじゃないですか。だからさ、初めてって緊張するじゃん、ガッチガチに。だから何て言うんだろう、でもぶっちゃけ言ってしまえば失敗してもあんまりわからないわけですよ。別にオンデマにめっちゃ抜かれるわけでもないし、ファンの人にめっちゃ見られるわけでもないから、その辺をね、ちょっとね、気軽に思ってもらえたらいいなーって思う。ただ多分ね、生誕祭だけどね、ひゆかちゃんが初めての劇場デビューだから、多分いっぱい映るっちゃ映りそうな気もするんだけどね ね、多分割と抜かれそうな気がするかなー、やっぱり。うん、初めてってなるとね、やっぱその中でも抜かれるは抜かれるけど、でも多分普通の配信の方がもっと抜かれると思う。多分なんならメインレベルで抜かれそうだから、どうだろう、それはもう、でもオンデマさんのカメラマンさん次第かな。そのなんだろう、私とひゆかちゃんを、まあ、10だとしたら3、3、3で、他のメンバーで3に分けるか、基本で大体生誕祭ってさ、まあメンバーってまあ10だとしたらさ、5ぐらいさ生誕のメンバーで、あと5ぐらいはもう残りのメンバーで割ってるじゃん、カット割り的には。そうだけど、初ってなると3、3、3ぐらいになりそうだね。そう、ミスターもサムネイル公演初日じゃなかった？いや、ミスターは迎えてるよ。ミスターはサムネイル初日は私と一緒でした。だからもう迎えてます。うん、そうだから、もしかしたらワンちゃんあんまオンデマに映んないかもしれない。あ、どうだろうね、わかんないや どうだろう。まあそこのね、割合はもうオンデマさんのカメラマンさん、オアスイッチングさん次第かなと思います、さじ加減は。
そうカメラマンさんの足次第ですね。ちょっとあんまりな起きる顔してないから若干微妙ですね。あんまりアイドル好きにはちょっとね刺さらない顔してるからな。どうだろう。そうそうなんだよね。ちょっとね違うからなジャンルが。そう、あそうだ今日さめっちゃさ面白いことがあってさ、いつもさこうリハするときにねお水出されんので、お水に名前が書いてあるわけ、誰誰誰誰みたいな、まあ、スタッフさんが書くんだけどさ、今日のさお水さメンバーにも突っ込まれたんだけどさ、こうお水が並んでて、まあ今日のメンバー誰だっけな、今日のメンバーがさこう名前書いてあって並んでるわけ。それでさまあみんなニックネームだったの。めっちゃ面白い。なんかおめぐ、はーちゃん、あやみん、キアラさんなんだっけな、キーちゃんだ、でみゆぽん、なる、ゆいりで私、仰天。しかもなんかみんなねひらがなだったの、可愛らしい感じに書いてて、それで私は仰天、しかも漢字。やばくない？え、そう、え、公式ニックネームじゃないんだけどって、公式ネームニックネームユリナだからさ、めっちゃみんなに言われるの、公式ニックネーム仰天でしょって言われるの、ユリナだからマジで、しかも私だけ漢字、なんかすごい一人だけ他人行儀で笑ったわ。ほんとみんななんかなんかみんななんかその公式ニックネームのさ感じで書いてるじゃんわ、親しみ込めて、私だけすごい距離感、もはや距離感、逆に距離感を感じないのか距離感なのかわかんないけど、ちょっとショックだった。ちょっとショックだった、ちょっとピーンってなったけど、そう一応ね公式ニックネームはまあユリナなんだけど、他にもさてんてんとかさぎょうちゃんとか呼ばれてるわけ。どっちかっていうとね、まあ少ないけど呼んでる人はもう5人ぐらいしかいないけどさ、そうてんてんとかぎょうちゃんって呼ばれてんの。そうえっ仰天、しかもせめてまだひらがなの仰天だったらさちょっと可愛い感じあるじゃん、いや漢字仰天ってびっくりしちゃったよね。なんか私仰天公式ニックネームじゃないんだけどな。そうマジでてか公式ニックネーム、スタッフさんにはなんて呼ばれてんの、私スタッフさんには基本的仰天おは仰天さんって呼ばれてますよ、名字ですね。一人だけ女性のスタッフさんで仰ちゃんって呼んでるスタッフさんいますけど、そのスタッフさん以外はみんな仰天さんが仰天って呼ばれてます。そうでも私公式ニックネーム追加したいんだよね、てんてんと仰ちゃんを追加したいなって思ってるんだよね。てかもう私佐藤さんか田中さんか鈴木さんが良かったな、マジでそう思う。でもなんか C って言うならば別に珍しい名字でも良かったんですけど、なんか良かったんですけど、だってなるだってさ、なるってさ絶対さなるちゃんとかなるとかなるさんって後輩ちゃんとかも呼ばれてるじゃん、クラノーさんって呼ばれてなくない？ほら珍しい名字でもやっぱ名前が勝つ人は勝つんですよ結局は。そう私名前が負けてんのよ名字に。そうひだあやとかもさ、まあ、ひだちゃんとかもそうだけどさ、ひだりともさんって呼ばれないの、ひだあやさんって結構呼ばれてんのね、スタッフさんとかにも。ひだりともって長いじゃん、だからひだあやさんって呼ばれてることが結構多くて、まあ、メンバーからさひだちゃんとかさ呼ばれてんじゃん、こうなんて言うんだろう、
省略されてさ、ニックネームじゃん。でもニックネームにさすればよかったかな。でも多分私がね、まあ、もしデビュー当時からニックネームをぎょうちゃんはてんてんとか、例えばゆりなとかだったら、まあ、ゆりちゃんとかゆうちゃんとかにしてたとするやん。でもね多分ね私はねきっとねぎょうてんって呼ばれてたと思う。たとえニックネームを何かにもともと設定してたとしても多分呼ばれないね完全に。うん、ぎょうてんって呼ばれそう。もはやなんかもはや多分何にしても勝てないんだわこの名字にはって思う。本当に悲しい。しかもなんか行天をじゃあひだあやみたいに略そうってするじゃん。行天ゆりなを左ともあやかって略してひだあやじゃん。おいいなと思うじゃん。でもね行天ってまずね極点ついてるだけで可愛くないの。ぎょってなるじゃん。ぎょぎょゆりとか全然可愛くないじゃん。ぎょゆりさんだよ可愛くなくない？そうかといってじゃあ天を押そうと思って天ゆりさんってなってもって感じじゃん。ほらもう何してもダメなんだよ。そうもはやもう略せないの。そも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 もう略せないのよ。そうもうダメ。そうなんです。もうだからね略せない。マリアちゃんみたいに懸命で呼ばれるよりマシね。でも群馬って呼んでんの浜ぐらいじゃない？一人じゃん。別にいいよ、うちも一人ぐらいだったらいいよ全然。行天って呼ばれてんのがでみんな名前で呼ぶんでくれるんだったら別にそれでもいいけど、いや逆に言ったらみんな苗字だからね。 2,3 人だけだよ私のことを名前で呼んでんの逆だから。そう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 、逆なんかマジで。てかうち香川さんって言われとったし一時期ひな子に。そう、あなんか目にゴミ入ってめっちゃ痛いんだけど。そうそうそうっていうめっちゃ面白い、みんなニックネームなのに一人漢字苗字だったっていう面白いエピソードでした。そうやばくない？なんかメンバーにも言われた。え、行天一人だけ漢字苗字じゃんつって笑われたんだけどでも香川さんってぶっちゃけ香川さんっているじゃないですか。だからね正直ね香川さんって呼ばれたとしてもまあ苗字でいるんだよね。群馬さんは苗字見たことないけど香川さんっているじゃん実際に。だからもう変ではないんだよね香川さんと呼ばれたとしてもよ。そう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 、そうなの。だから変ではないの実際にいるから、その苗字の方は。そうてかなんかうちね一番最初になんかあのねなんかね自己紹介の時に入れようと思ってねやめたのがあったの。入れとけばよかったってすごい思うのがなんかまあいろいろあったとして、最後になんかゆりなって呼んでくださいみたいな、よろしくお願いしますみたいなのつけようってずっと思ってて、だけどやめたの結局それを。いやつけりゃよかったってマジで思った。もうねさすがにね9年目にしてつけることはねしないけど、だってもう遅いから手遅れだから。そうけど最初の頃はなんかゆりなって呼んでくださいみたいなっていうのをねつけようと思ってやめたんですよ。そうつけりゃよかったなと思って。そうつけとけよかった、ほんと失敗したわ。後悔だわ後悔。そう
そうそうそう、つけようと思ったんだけど長くなるかなと思ってやめたの。だったらでも他のメンバー見たら全然私より長いキャッチフレーズのメンバーもいっぱいいたから、つけときゃよかったなって思った。なんならそのままどんどんウッドもやっときゃよかったなって思った。一時期しかやらんかったけど、ドン先生が配信してた時だけどんどんどんって言って、はい香川県から来ましたって言っとったんだけど、どんどんどんもさ、そのまま続行しとけばよかったね。どんどんどん、はい香川県から来ました、皆さんもびっくり仰天させたい仰天いいのでよろしくお願いしますしとけばよかったね。そう、でもそれにゆりなって呼んでくださいつけてもまあ全然いい尺っちゃいい尺だからね、いけたかもしれんね。そう、でもあんまりどんどんうどん知ってる人ほんと少ないんだよな。ほんとに一時期しかやってなかったからファンの人でも知らないし、多分メンバーもねその時期に、コンサートとかイベント一緒に出てなかったメンバー、特に九州のメンバーはよく昔ってね、こう日本を西と東によく分かれて活動してたんですよ。だから西側のメンバーとは割とコンサートもイベントもやってたんですけど、東のメンバーとは一切ほとんどやってなかったから、多分東のメンバー知らないんじゃないかな、どんどんどんのキャッチフレーズ多分。しかも本当に一時期しかやってなかったから、多分イベントとかコンサートでも数回しかやってなくて、なんかね覚えてる人本当に少ないと思う、めちゃくちゃ少ないと思う。そう超少ないの。あーそうそうそう、だから多分なるは知ってたんだと思います。そうなんです、超超貴重です。本当に数回しかやって、多分5回もやってないと思う多分。うん、時期的にねそんなツアーにね出てたっていうかイベントやってたとかってわけでもなかったと思うから、本当に数回しかやってないから、そう覚えてる人は本当少ないかも。そう、しかも昔は皆さんをびっくり仰天させるけんなーだったんですよ。そうさせるけんなーだったの、今はもうさせたいになっちゃったね。自信がなくなったんでしょうかね。させるけんなーって言っとったんがもうさせたいになっちゃう、自信がなくなっちゃったんですかねゆりなさん。でも皆さんをびっくり仰天させたいの方がね語呂はいいんですよ。なんかさせるけんなの時ちょっとね悪くて、そう、はい香川県から来ました皆さんをびっくり仰天させるけんなよろしくお願いしますとかだったの。そうだから今の方が語呂というか辻褄はすごくいいんですよ。はい香川県から来ました皆さんをびっくり仰天させたい仰天ゆうなですよろしくお願いしますの方が、あのね、なんだろう、収まりがいいっていうかしっくりくるからそれに変えた の、 あその自信がなくなったとかではないんですよ。あの、ね、本当にそれは違くて、なんかさせるけんなだとすごいなんか昔そのよろしくお願いしますよろしくお願いしますを2回言っちゃダメって言われてて、皆さんびっくり仰天させるけんなお辞儀でなんとかかんとかですよろしくお願いしますってお辞儀してたの。そしたらさせるけんなお辞儀してたファンの人とかもさ、えああみたいな感じだったの。すごいなんて言うんだろうな、こうああ終わったみたいな感じですごいこう拍手とかゆりなとかっていうのをすごいやりづらそうだったんですよ昔が、語呂的に悪すぎて。だからあの仰天ゆりなですの方が完全にこのタイミングっていうのがわかるじゃないですか。そうだからそれに変えたんですよね、ちょっといいように収まるように。そう変えたんですよね、本当の理由はそれです。そう本当の理由はその方が収まりが良くてファンの人にも終わるタイミングがすごく分かりやすいなっていうのがあったので、そうスムーズにいける方を選択しました。そのねやっぱりなんか方言を最初は取り入れた方がいいかなと思って入れてたんですけど、ちょっとねやっぱりね
入れるとねタイミングというか語呂というかスピードが悪くなっちゃうので、やっぱこういうのってスピードよくさっと言った方が気持ちいいじゃないですか、挨拶なので、っていうのでちょっと変えちゃったんですよね。そう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 、そうなんですよ。実はね地味にね変わってたんですよね、そこだけ語尾だけですけど。そうスムーズな方が覚えやすいでしょ。でも私何回やっても公式の自己紹介が一生変わらんのですよ。違うんですよね、この私が公式に上がってる自己紹介文って。でもこれのやつも違うと思うんだよな。ほらこの AKB のさブログとか見れるやつあるじゃないですか、そのねキャッチフレーズね、うどん県の香川県から来ました仰天犬です、今日は皆さんをびっくり仰天させる県な、これ一番古いやつ、一番古いやつ、私何回も出してるんですよ実は。昔やけど変えて何回か今のキャッチフレーズに変えたんでって言って、変えた人はなんか投げてくださいって言われたから何回か送ったの。でも一生反映されないからもう諦めたもう諦めた、これでずっとやってる。これは本当に昔の本当に初期の頃のやつです。なんかはいうどん県の香川県から来ましたとかでやってた昔ね本当に面白いでしょ。そう、そう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 、これ本当に初期の一般初期の自己紹介なんですよ。そうだから今はちょっと違うんです。ちなみにこれプラス年言ってました。昔は高校1年生十何歳のとかって言ってました。そうだけどちょっと変えましたね。もう年言わなくなりました。二十歳超えて年は言わなくなりましたね。結構あるあるですね、みんな二十歳超えたらみんななんか年言わなくなるって結構あるあるだと思うんですけど、私はなくなりました。そう、そうなんですよ。学生の時はね言ってるんですけど、高校生までは言ってましたけど、そう。年齢言うとめんどくさいんでいろいろと言わなくなりましたね。そう、そうなんです。じゃあちょっとこの辺で終了にしたいと思います。はい、もう夜も遅いんで、私まだ風呂に入ってない、風呂に入ってないし、ちょっと弁当食べてないんで今から弁当食べます。なんか好きでした。というわけでちょっととりあえずね夜が今日遅いのでお風呂に入ってる時間ないなと思って、とりあえず帰ってきてすぐショールームさせていただきました。じゃあランキング見ます。13位おかやんさん、12位ヤングさん、11位なるたろうさん、10位ナッティさん、9位サーモサさん、8位近いしんさん、7位しんどさん、6位マーニャンさん、5位フフフさん、4位ヨッピーさん、3位タカさん、2位ヒロタカさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。そして今日の2回公演もね見ていただいた方本当にありがとうございました。次は私の生誕ということで頑張りたいと思います。明日のショールーム、明日はねレッスンがね夜からなので昼過ぎぐらいにやろうかなというふうに、思います。てなわけで、はいはい、よろしくお願いします。それじゃあまた明日お会いしましょう。